今日は白菜の浅漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、白菜の浅漬けを作っていきたいと思います。こちらですね、もう白菜を切って漬けるだけなのですごく簡単です。材料もね、すごくシンプルで手軽なもので作ることができます。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、人参、昆布、唐辛子、鶏ガラスープの素、お醤油、お砂糖、お酢、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。まず白菜なんですが、こちら4分の1カットで約 600g の白菜を使っていきます。こちらはグラムを目安にしてみてください。そして唐辛子に関しましては、こちら辛いのが苦手だったり、お子様が召し上がる場合は抜いて作ってください。そして今回の浅漬けはですね、鶏ガラスープの素を使って作っていきます。鶏ガラの出汁と、あとは昆布の出汁が効いて、とても美味しい浅漬けに仕上がります。お酢に関しましては、こちら穀物酢を使っていきます。穀物酢を使うと、どちらかというとさっぱりとした仕上がりになります。少しまろやかな仕上がりにしたい場合は米酢を使っていただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、白菜のこの芯の部分を切り落とします。こちらをね、スパンと切り落としてください。そしたらですね、白菜をだいたい 3、4センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切ってください。こちらの白菜をザルの中に入れて、そして水洗いしてください。根元部分にはね、土が残ってたりするので、根元部分は特にしっかりめに洗いましょう。それでは洗っていきます。はい、このようにね、しっかり水洗いしてください。そしたらですね、少し大きめのジップ袋を用意します。そして口を広げましょう。こちら洗った白菜の水分を拭き取って、拭き取ったものからジップ袋の中に入れてください。半分ぐらい入れたらですね、こちら塩を半分入れてください。はい、そして残りの白菜を入れていきます。はい、このように全部入れてください。そしたら残りの塩を入れましょう。こうやってね、塩を半分ずつね、入れていただくことで、塩が全体にね、馴染みやすくなります。そしたら取り外して、取り外したら袋に軽く空気を入れて口を閉じます。シャカシャカして塩を全体になじませてください。はい、OK です。全体に塩が馴染むと白菜のかさも少し減ります。まあ、大体袋の半分ぐらいになってると思います。そしたらですね、一度口を開けて空気を抜いてください。そして白菜をちょっと平らにします。そして空気を抜いて口を閉じてください。はい、このようにしっかり空気を抜きましょう。そうしましたらバットなどを用意して、ここに白菜を置きます。その上に重しになるような塩や、またはペットボトルなどを上に置いてください。まあ、だいたい2キロぐらい置いていただければいいかなと思います。それではこちらをこのまま1時間置いておきます。そうすることで白菜から水分が出て、白菜のえぐみが取れて、さらに味も染み込みやすくなります。それでは続いて人参を切っていきます。まず人参の皮を剥いてください。はい、そして根元部分を少し切り落として、そして大体3センチ幅ぐらいになるようにまず切ってください。切ったらこちらを薄切りにします。転がるのでね、手を怪我しないように注意してください。こちら側も同じように薄切りにします。薄切りにしたら、あとはこちらを縦切りにして細切りにしましょう。はい、人参はこのように細切りにしておいてください。それではですね、続いてこちらの昆布を細切りにしていきます。今ねちょっと硬い状態なんですけれども、軽くね火で炙ると昆布が柔らかくなるので、もし硬くて切りづらい時はね、火で火傷しないように軽く炙ってみてください。では火にかけて、火傷しないようにね軽く炙ります。
はい、で柔らかくなれば OK です。そしたらですね、ペーパーを水で濡らして軽く絞って表面をねちょっと拭いてください。汚れ落としです。しっかり拭いちゃうとね、旨味成分も取ってしまいますので、軽く拭くぐらいで OK です。キッチンバサミなどを使って細切りにしましょう。はい、昆布はこのように細切りにしてください。続いて唐辛子です。こちらはまず半分に切って種をね取り除いてください。たまにねもうすでに種が抜けてるものもあるので、そしたらですねこちらを輪切りにします。スーパーとかにはねもう輪切りになってるのも売ってるので、そちらを使っていただいても大丈夫です。はい、唐辛子はこのように準備しておきましょう。それでは続いて調味料をね合わせておきます。まずはじめにこちらお酢を入れて、こちらをね一度電子レンジで軽く加熱して、お酢のツンとした酸味だけを取り除いていきます。電子レンジ600ワットで20秒加熱してください。はい、加熱しました。そしたらですね、ここにお砂糖と、あとは鶏ガラスープの素を入れてください。そしてこちらをよく混ぜます。お酢を温めた状態でこの2つを入れていただくと溶けやすいので、温めてからね入れてください。はい、でこれで鶏ガラスープの素と、あとはお砂糖が溶ければ OK です。そしたらここにお醤油を入れましょう。そしてよく混ぜます。調味料はこのように合わせておきましょう。はい、1時間経ちました。重しを取ってください。1時間経つとね、このように白菜からかなりね水分が出てきます。口を開けて白菜の水分を絞っていきます。別のボウルを用意してください。このように白菜を取って、指で押さえつけてしっかりめに絞りましょう。はい、こんな感じで絞ってください。絞ったものはですね、このままボウルに入れましょう。それでは残りも同じようにしっかり白菜を絞っていきます。はい、このように白菜の水分をしっかり絞ってください。そしたらですね、こちらの袋はもう一度使えますので、中のね、この水分を捨てて、さっと水洗いして乾かしておきましょう。そしたら最後ね、味付けを仕上げていきます。まずここに人参を入れます。あとは昆布と唐辛子も加えてください。そしてここに漬けダレを回しかけます。回しかけたら全体をね、よく混ぜてください。軽くね、揉み込むイメージでしっかり混ぜましょう。はい、OK です。そしたらですね、先ほどの袋の中に白菜を戻し入れてください。はい、そして一度ね軽く揉み込んでください。しっかり空気を抜いて口をひねります。そしてこの上の部分を輪ゴムで留めましょう。ではこちらをですね、このまま15分つけていきます。はい、15分経ちました。そしたら輪ゴムを外します。はい、今このように美味しそうに使ってます。あとは味見をして、漬け込み時間はお好みで調整してみてください。これで完成です。はい、これで白菜の浅漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。鶏ガラの素の旨味と、あと昆布の旨味が効いててすごく美味しいです。そして味もね、程よく染み込んでてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜の浅漬けのポイントです。まず白菜はですね、3センチぐらいの幅に切って、その後ですね、しっかり水洗いしてください。根元の部分に土が残ってる場合もありますので、特にね根元部分はきちんと洗うようにしてください。そしてその後ですね、塩をまぶすんですが、水分を拭き取ったものからジップ袋の中に入れて、半分ぐらい入ったら一度塩を加えてください。途中で塩を挟んでいただくことで、まんべんなく塩が行き渡りやすくなります。そして残りの白菜も水分をしっかり拭いてジップ袋の中に入れて、あとは残りの塩を加えて、そしてジップ袋にですね、空気を含ませた状態で口を閉じて全体をシャカシャカ振ってください。そうすることで塩をまんべんなくまぶすことができます。そしてその後は袋の空気をしっかり抜いて、上にだいたい2キロぐらいの重しを置いて、そのまま1時間置いてください。そうするとね、白菜から水分が出てえぐみも取れて、かつ味が
染み込みやすくなります。そして漬けダレに関してなんですが、最初にあらかじめ混ぜておいてください。お酢に関してはですね、軽く電子レンジで加熱していただくことでお酢のツンとした酸味だけを取り除くことができます。そして昆布に関してなんですが、昆布はですねそのまま切ると結構硬いので一度ね軽く炙ってみてください。そうすると昆布が柔らかくなって切りやすくなると思います。ただこの時ですね、火傷しないように十分に注意していただけたらと思います。あとはですね、水分が出た白菜をしっかり絞って調味料と昆布と唐辛子と人参を合わせて、あとは袋に戻し入れて漬け込んでください。今回白菜以外に人参も加えてるんですが、さらにここにきゅうりを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。こちらはお好みでやってみてください。さらにもう少し風味をつけたいなっていう時は柚子の皮を一緒に入れていただくといいかなと思います。いろいろお好みでアレンジも楽しんでみてください。そして漬け込み時間なんですが、今回浅漬けということで15分間漬け込んでます。こちらの漬け込み時間はお好みで調整していただいて OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は白菜の浅漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。